時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な時間を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また、番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。そして、YouTube でも同時に配信しています。YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱と検索していただければご視聴できますので、合わせて、ご視聴お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、9月もね最後の日曜日となりました。はい、そうですね、はい、はい、台風も多く来てて、ね、本当ですね。そうですね。でだいぶ水際対策が緩和されたので、うん、はい、外国人もすごい増えてですね、結構東京の街もまあちらちらこう外国人を見るようになってきて、そうですね、はい、まあでも外国人にとっては今円安がすごいすごいんでありえないぐらいなので、はい、本当にお買い得な日本って感じですよね。そうですよね、日本に来やすいですよね。なんかね、ツアー旅行も安いみたいですよね。そうですね、もう、まあ、そう逆に言うと日本人が海外に行くとすごい金額に、はい、もう、はい、なって、ものすごい、はい、メディアでもよくもうハワイに4人家族で、はい、1週間滞在すると、まあ、400万とか費用すごい、やっぱありえない、ありえない金額ありえないですよね、はい、すごい、なんか一般のしかも家庭ですからね。そうですよね。そのぐらいの覚悟を持っていないといけないとか、本当ですね。この前も夕方のニュースで見ましたけれども、はい、アメリカだとね、その日本のいわゆるチェーン店のラーメンが一杯3000円とか、はい、ココイチも2000円とか、そうです、ね、すごいですよね。すごいですね。もうただでさえ物価が上昇してる中で、さらに物価とプラスして上昇してるって感じですもんね。本当ですね。はい、うん、そうですね、まあ、ただ日本に来る日本の商売やってる人からすると外国人はやっぱり、うん、インバウンドで来てもらった方が活気が出るので、うんうんうん、よりもっと今後増えるのかな、増えてもらえるといいっちゃいいですよね。そうですよね、はい、まあ、それはそれでね、日本に来ていただいていろいろ楽しんでいただけたらとも思いますよね。そうですね、うんうんうん、ただ一つですね、ちょっと、うん、僕の知り合いで、はい、もう水際対策を窓際対策っていう方がいて、また昨日一昨日か会った時も、はい、窓際対策緩くなったよねって言って、毎回窓際対策っていう全然意味が違ってくるっていうね。そうですね。それをまた別の知り合いにそういう人がいるんだよねって言ったら、はい、いや僕だったら生え際対策っていうねっていう、うまい。水際から窓際に行って生え際まで来てる。生え際対策。生え際の対策。でも本当に真面目な方なんで、その窓際対策。窓際、はいはい、余計面白いっていうか、でも余計、ね、真面目に間違ってるから面白いっていう。面白いですね。窓際対策したらどうなるんですかね。窓際対策どうなるんですか。面白いですね。普通によく冷静に考えると窓際対策って何なんでしょうかね。何なんですかね。なんか、ね、はい、昔の窓際族のね、はい、そうですね、
なんか蚊が入らないようにするとか、そういうことですかね。蚊取り線香炊くとか。そうです、ちょっと窓になんか吊るすのとかあります。そうですね、そういう対策かもしれない。でも面白い、ちょっと面白かったんで、ちょっとはい、面白いですね。まあ沖縄もこれから、はい、あの外国人がより増えてくると、はい、まあいいといえばいいですね。そこでね、はい、観光業がね、入るのはいいことですね。活気が出て、うんうんうん、いいですね、いいです、はい。はい、ちょっと窓際が面白い。窓際真面目な顔して言うから余計面白い。でもしかも間違ってるのを誰も訂正できないっていう、ね、できない、はい、ちょっとご年配の方なんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ、ご年配 の、 あの女性の方なんで、よりちょっと突っ込めないです。いや、窓際、水際だしと違うよ、言えないっていう、そういうちょっと、もうでもだん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 何回も聞いてるとちょっと笑、もう笑いがちょっと、ね、そうですね、はいはい、はい、じゃあちょっと笑っちゃった。はい、ここで一曲お聴きください。松任谷由実さんで、優しさに包まれたから。はい、はい、じゃあ今週もお便りをですね、ちょっと、はい、来てますのでご紹介したいと思います。はい、東京と、あ、はい、東京都武蔵野市の、安田なるみさんになりたいさんから。おお、はい、工藤敦子さんに質問です。はい、うちの会社は普通におじさんに誘われても全然飲みに行ったりするんですけど、はい、最近結構こう個別に男性が女性を誘ったり、まあ、女性が男性を誘ったりとかで、セクハラとかになるっていうのを聞いたんですけど、はい、うちの会社は大丈夫なんでしょうかっていうことなんです。なるほどですね。ちょっとね、セクハラ問題ね、いろいろね、はい、最近ちょっと芸能界もざわついてましたよね。はいはい、まあそうですね、まあ、最近じゃなくていつもざわついてますね。なんかそのあたりってすごい難しいですよね。その基準がこう一律に決まってるわけではないので、うん、ある意味そう主観のところってどうしても避けられなくって、まあ、その方がね、嫌じゃなければ結局いいんですよね。うん、飲みに誘うぐらいだったらね。そうなんですね。でもその方が、うん、いいんだからいいじゃんっていうのも今許されないっていうところもなんかちょっとありますよね。なんかそうですよね、いろいろ会社としてっていうのはありますよね。うん、なのでなんか本当にざっくりした言葉で言ってしまうと、要するにこう主観は主観なんですけれども、その個人の主観っていうよりもみんなが共通して思ってるような主観っていうのが基準っていう、はいはい、一般的には皆さん普通はこう思うよねっていうのをちょっと超えてしまうと、まあ、セクハラとかパワハラもそうなんでしょうけれども、そういう風になるっていうことですよね。難しいですよね、その時代時代で。変なし、昔はそういうのは良かったし、先輩にやられたからそれが当たり前と思って育ってる結構おじさんたちもいるわけじゃないですか。そうですよね、上司に誘われたらね、必ず飲みに行くとかありますよね。ありましたよね。本当その変なし、ノミニケーションじゃないっていうのがあったように、やっぱりこう飲んで腹割って話すとやっぱりこう距離が近寄るっていうところもちょっと なきにしもあらずじゃないですか。あります、あります。お酒はすごい人間関係の潤滑油のところはあるとは思うんですよ。はい、うんうん、そうですね、だからまあ難しいですよね。うん、うん、難しい。変に気使ってもこうコミュニケーションが結局その人のことを認知するっていうして初めてこう、うん、人ってこうつながったり、なんか変な話が生まれたりとかあるんで、まあ、今の考え方が結構こうドライでいいじゃんっていうところも、いいのかもしれないですけど、その、はい、ただ一概にそうじゃない人もいっぱいいるんだよなっていうのもなんかありますよね。まあそうですよね。だからなんか大切なのは相手を尊重してあげることなんじゃないんですかね。そうですね、その人を思って接してあげれば、はい、うん、嫌かどうかっていうところも見てあげてれば、そうですね、いいんじゃないかなと思いますけどね。だからでも若い時とかって結構その先輩に誘われるのって
いやいやじゃないとかじゃなくて、むしろ誘ってほしいって僕なんかだと思ってたり、なんか誘われると嬉しいし、なんか飲みに連れてもらえるんだとかっていうのって、嬉しいじゃないですか。しかも、なんかおごってもらえるしとか。なんかそういうのも、なんか最近結構、なんかもう文化が途絶えると、なんか、先輩って何なんだろうとかっていうのも、まあ上司って何なんだろうとかっていうのも、本当に会社だけの関係になっちゃいますよね。そうですね。本当に、本当も純粋なそのお仕事部分だけっていうか。そうです。まあでも、なんか逆にそういう本当、大事なんですけど、そういうことやると結局、ルールを破って裏で誘う人っているじゃないですか。まあ、ある意味犯罪になりかねないっていうところも。ああ、縛りすぎちゃって。はい、はい、縛りすぎる、なるほどですね。難しい。でも、ね、どうなんですかね。でも確かにね、後輩からは誘いづらいところとかもあったりするのでね、そこは先輩なり上司なりが声かけてあげるっていうのは大切だなとは思うんですけどね。そうですね。どうなんだろう。でもそれが、強制になってなければいいのかなって。ああ、そうなんですね。ちゃんと、断れる余地を残してるっていうか。だったらいいんでしょうけどね。って思う。実際どうなんでしょうね。この件に関してはちょっとお便りもいただきたいですね。あ、そうですね。もし何か憂鬱なことがあったら。そうですね。はい。ぜひ、お便りいただけると嬉しいです。そうですね。在宅ワークも増えてるから、よりこうなんか、こう、まあ、その、いろいろなセクハラがあるんで、それだけじゃないんですけど、それに限って言うと、その、飲みに誘うか誘わないかっていうのに関してだけで言うと、ちょっとやっぱ、コミュニケーション、せっかく取ろうと歩み寄ってるのに、なんか寄れないっていうのも悲しいですよね、はい、何か。悲しいですよね。それがね、なんか距離をね、感じさせてしまいますよね。そうですね。まあ、どうなんですかね。あまりにこう、度を超えた変な人がいるから問題になったんでしょうけどね。うん、そうですね。はい。でもなんかそれを考えると、昔のことってありえないこともいっぱいあったの。まあなんか特にありえないそれいろ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 ありえないいろいろありえないですよね本当いろいろありえないですよねまあだからそれがこう削ぎ落とされて今になってるんでしょうけどまあただまあ難しいですねただやっぱりそれを本当ルール化しないと変にこうエスカレートする人もいるしとか確かに難しいですね。ただまあ本当昔は、昔っていう、僕らも昔っていう昔はあんまり知らないですけど、本当結構ありえないですよね、なんか。まあそう、なんかあのね、学生時代のノリとかありえないですね。はい、ありえないですね。ないですね。あのね、もう今は禁止されてるね、その飲ませるとかもね。はいはい。だから今の若い方はお利口さんなんですね、要は。うん。そう、うん、割とね、はい、そのなんでしょうね、やりすぎちゃったところをね、ちょっと止めようっていう風になってる世界の中にいますもんね。そうですね。なかなか。なんかもう時代が変わってきてますね。でも変わってきてますねっていうか常に変わってるんでしょうけど。そうですね。まあまあ、はい、同じところにはいられないんでね。でもちゃんとついていかないと本当に なんか良かれと思ってやったことが間違いだったりすることも最近はあるのかなと。なるほどですね。そうかも。それはあるかもですね。そうですね。そうですね。それこそね、相手の思ってる価値観と違ったりすると。そうですね。まあ今日のところはおじさんを気をつけましょうということで。おじさんおじさんだけだ。おじさんに限らない。おばさん。女性もそうですけど。はい。はい。わかりました。じゃあ、今日はちょっと、あとは、私の方からですね、周りからも聞く、髪に関する質問の方を中尾さんにしていきたいなと思ってるんですけど、はい、大丈夫でしょうか。はい。はい。お願いします。はい。なんか私もよくやっちゃうんですけど、髪の毛洗った後って、はい。もうたまにほら乾かさないで寝ちゃったりする人いるじゃないですか、はい、でもすぐに乾かした方がいいんですよね。
絶対に乾かした方がいいですね。うん。まあ、それはなんでかっていうと、結局塩素ついてる状態で自然乾燥して、まあ、さらにそこにエアコンの風が当たったりすると、キューティクルの損傷につながるんですよ。キューティクルって髪の毛の表面の鱗状のものがあるんですけど、それが開いた状態なんです、濡れてる時って。それをちゃんと、まあ、鱗が、要は魚で鱗がひっくり返ってる状態なんです、濡れてる時って。それをちゃんとこう整えないといけないんですけど、自然乾燥ってやっぱりそんな綺麗に整わなくて変に整っちゃうんで、損傷につながるっていう。まあ、で、ツヤがなくなったり、枝毛にな、まあ、最悪枝毛になったり、まあ、切れたりとかっていうふうにつながるんで、塩素と乾燥っていうのは一番良くないんですよね。特に髪の毛ってタンパク質なんで、そのタンパク質を、まあ、細かく言うとですけど、損傷させるのも、その塩素と乾燥のつながりっていうのが一番良くないので、なるだけドライヤーでちゃんとこう、しっかり乾かして最後指で整えるかブラシで整えるかっていうところまで本当はやってあげた方がいいです。特に髪が長い方とかはそうですね。そうなんですね。塩素って、シャンプーとかリンスに入ってるってこと？水道水じゃないですか、基本。水か。なるほど。塩素って特にお湯になると、だんだん塩素濃度の威力が増してくるっていうふうになって、なので、本当はですけど、お風呂にも浄水器とかつけて、塩素カットすれば一番いいんですけど、やっぱりですね、塩素、どうしてもやっぱなかなかそういう家庭って多分少ないので、なるほど。なんかでも、私なんか長野に行った時に、すごい普通にそんな特殊なシャンプーとか使ってないのに、すごいサラサラするなと思ってたんですね。じゃあお水が違うって言われてるんですか？基本的に多分水道水は全部同じなので、まあ、水道水じゃなくて、例えば井戸水とか使ってたら分かんないです。なるほど。井戸水であったり、山のなんか、その天然水とか使ってたら分かんないですけど、そうまなんあ、あとはその、そうですね、やっぱ普段家にいるとエアコンガンガンかかってたりするんで、それがまずはあんまり良くはないですね。なるほどですね。じゃあ本当にもう洗ったらタオルドライしてすぐ乾かした方がいいってことですか？まあそうですね。まあその時に何か、今よく美容業界の用語で言うアウトバストリートメント、まあオイルであったりクリームであったりとかを使った方がより、素人の人がやっても整うって感じですね。あと毛先がまとまりやすいんで。まあ最悪乾かす時間がちょっと後回しになるとしたら、それ何かつけないといけないですね。じゃあなんかとりあえずすぐできなかったらつけとくだけでもいいんですか？そうですね。つけとくだけでも、つけて、そうですね。つけて乾かした方がいいと思います。僕らプロなんで、いくらでも、何もつけなくてもツヤ出そうと思ったらいくらでも出せるんですけど、やっぱり素人の人、なかなかそういう技って難しいじゃないですか。まあ、たまにすごい人とかいるんですけどね。すごい自分のこと分かってて、もう、すごいテクニシャンの素人の人とかもいるんで、まあ、そういう人はちょっと特殊だと思うんで。すごい。そうなんですね。そっか。わかりました。ありがとうございます。あと気になるのは、やっぱりこう、女性でも年齢を重ねていくと、髪の量って、やっぱすごい少なくなったなって思うんです。これって、年齢とともに、新しい毛が生えてこないってことなんですか？いや、生えては来てるんですけど、まず最初に訪れるのが、髪の毛が決して減ってるわけじゃなくて、細くなってるイメージで。本数は変わらなくてもってこ本数は変わんない状態で、例えば、まあ髪の毛って、例えば、まあ10万本あるって言われてるんですけど、その10万本の髪全部が、例えばその太さが3分の1になっただけですごい髪の毛って減った感じになるじゃないですか。全部はありえないですけど、なので、まず最初に訪れるのはそこが第一点で、あとはですね、成長期って言われる、まあ、髪の毛って女性だと4年から6年ぐらい寿命があるんですね、こうちゃんと生え出して。それが結構早い段階で抜けるパターンがあるんで、まあ、それを俗に言う、まあ、AGA って言ってるんですけど、
なので、まあ、その状況が訪れてる可能性があるって感じです。もう成長する前に抜けちゃってるパターンですね。ああ、なるほどですね。はい。ただ女性の場合は比較的遅いので、まあ、男性が結構あるんです。本当は寿命5年のはずが1ヶ月でもう抜けちゃったりするパターンですね。ああ、なるほど。まあ、なので特に頭頂部とその前頭部、ここが結構薄くなるんです。で、逆にこの側頭部と後頭部っていうのは髪の毛そんなに減らないので、はい、なので逆にそのすごい多い人が減ったっていうのは多分この上の方が減ってるので、でここは減らないんですよ。だからなんかバランスが悪くて減ってるっていう感覚になるっていう感じですね。あの段階があります。そうなんですね。そうですね、女性の場合は。男性は結構もう割と早く20代とかでも全然あの薄くなってくるんで、ああ、男性の方が早いんで、そういう意味で。なるほどですね。なんかもうそれを何とかする、例えばいろんなその方法ってこう聞き出したら、はい、多分中間さんも一日中喋っちゃうかもしれないんですけれども、はい、なんかこう今こう今聞いていただいている方に伝えられるような、ここ気をつけるといいよみたいな、こうしたらいいよみたいなのとかってありますか？そうですね、まあ、本当はやっぱり髪の毛のピークって18歳から20歳って言われてるんですね。まあ、肌もそうだと、そうなんですけど、そこからもうだんだん衰退していく一方なんで、まあ、それが緩やかに衰退していって、35から一気にガーンってくるっていうふうに言われてる。だからまあ早いうちにちゃんとこう、ちゃんといいシャンプー使うとか、まあまあ、これ言うとちょっと問題になるんですけど、染めたりするのをやめればだいぶ抜け毛減るんで。なるほど、はい、どうしても、はい、負担はかけるんですね。そうなんです。止めるのって結局過酸化水素っていうのが入ってて、それが活性酸素ってよく言ってる、あれって結局その体もダメにするしっていうので良くないって言われてるじゃないですか、あの過酸化水素加水ってよく美容業、その加水自体がもうその活性酸素なんですよ。活性酸素をどんどん投入していってるような頭皮に。そうなんですね。はい。それをやり続けると20年かけて、その毛包っていう髪の毛のお母さんって言われるところがあるんですけど、はい、そこを破壊していくぞ、20年かけて。で、そうなっちゃうともう髪は、あの、生えにくくなったりするんで、そこ再生するのはすごい、まあ、あの、いろいろ再生させる方法もあるんですけど、はい。まあ、費用が。なるほど。その細かいところはですね、あのそうですね、直そうと思ったら直せます。なるほど、まあ、技術としてはあるっていうことですね。技術っていうか、まあそうですね、一応そういう実証は取れてて、まあ、うちの美容室も一応そういう商材扱ったりするんで。わかりました。まあ、じゃあ、すみません、これ、すごい長くなるんで。そうですね。了解です。もうね、お時間がね、この話すると終わりに近づいておりますね。はい、そうですね。はい。じゃあ最後、手相コーナーで締めをしてもらって。じゃあ分かりました。じゃあ最後、手相コーナーで締めます。今日は、なんかちょっと最近自分に出てきたのもあって見てたんですけど、左でも右でもいいんですけれども、薬指と小指の間のところから出る2本の線ありますか？小指、ありますあります。2本、左にあるか。え、2本。2本こうやって縦に入る。ちょっ、こういう。え、ちょこちょこってありますよ。ちょこちょこって。それ、はい、ナイチンゲール線って言われていて。ナイチンゲール。あのナイチンゲールです。ああ、はいはいはい。看護師さんのナイチンゲールで、こう、人を癒したりとか、あの、慈愛の精神とか、そういうお世話してあげるっていう人に、すごい、カウンセラーとか、はい、そういう気質の人に出てる線です。はい、お世話して輝くような人。全然お世話してないですけどね。いや、でも美容師さんそうじゃないですか。副業柄。そうなんですよ。だから皆さん、まあ、きっとこういう線出てる人のそばにいたら、きっと皆さん癒されると思うので。はい。ナイチンゲール、すごいですね。なんかちょっと思い出したんですけど、小学校友達に大地くんっていたんですけど、はい、あの、あだ名が大ちゃんゲールっていう、で、いじられナイチンゲールっていう、なんか授業でナイチンゲールが出たときに、大ちゃんゲールっていう。
最初、第一ンゲールから第ちゃんゲールになって、すごい多分コメントしづらいと思うんですよ。でも、なんかその、そういうのが面白いっていうのがよくわかります。その時ってそういうのつぼりますよね。めちゃくちゃいじられてて。面白い。でも、すごい幸せそうだったんで、まあ、結果良かったんじゃないかなと。ああ、良かったです。良かったです。ちょっとお時間が近づいてきてしまいました。今日もありがとうございました。この番組は毎週日曜8時に、こちら FM ギノアンのホーグで放送しておりますので、またよろしければ来週も聞いてください。聞いてください。聞いてください。ではでは皆様、良い1週間をお過ごしください。おやすみなさい。はい。